TPC をご覧の皆さん、こんにちは。今週の放送内容をお伝えします。町からのお知らせは、住民福祉課から子どもの予防接種助成について、また政策推進課から湧水トンネルのリニューアルオープンを記念したイベントのお知らせなどです。今週の一押しは、30年の歴史に幕を下ろした大阿蘇絵画展についての特集です。常連の出展者と審査員の思いを取材しました。そして今週のやってみチャンネル、オクロック片山さん、本田さんがカルタで対決します。もちろん普通のカルタじゃありません。新阿蘇大橋開通を記念した南阿蘇地域特別バージョンのものです。読み手の高森弁が難しか。代わって週刊情報高森は、子育て支援センターの東山さんをゲストに迎えてお届けします。1件目は、高森中学校の剣道部が全国大会優勝の報告に町長を表敬訪問した話題について、2件目は湧水トンネルクリスマスツリーコンテストの表彰式について、3件目は野尻地区のどんど屋の様子です。今週の風丸全力ダッシュは、高森にわか認知度向上事業について教育委員会から紹介します。また消防の番組は、今年の出初め式の模様です。他にも社会福祉協議会がお送りする新番組社協通信など、内容盛りだくさんです。ぜひご覧ください。以上、今週の放送内容をお伝えしました。もう一度見たいあの瞬間を手元のスマートフォンで、 TPC の番組が YouTube でもご覧になれるのをご存知ですか？TPC では毎週月曜日に1週間分の放送内容を投稿しています。テレビで見逃してしまっても、放送時間にお家にいなくても、地域の番組を視聴できるんです。町からのお知らせに、数々のおなじみのコーナー、地域の行事の様子など、実は見たことのなかったお気に入りのコーナーが見つかるかも。さらに金曜日には見どころの紹介もしていますよ。町の外で暮らすご家族やお友達にもおすすめです。ふるさとの情景や最近の様子が、いつでもあなたのポケットに。チャンネル登録待ってます。